はい、どうも、ウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。さあ、今日のですね、テーマはこちら。ね、よくある質問コーナーということで、ワードプレスでサイト作るのにどの Mac を買ったらいいですか？すごくね、多い質問なんです。すごく多い質問なんですけども、これの簡単回答ですね。まあ、ウェブサイトを作るのにというふうにね、言い換えてもいいかなとは思います。はい。でですね、簡単な自己紹介に載せておきますので、興味がある方は見られておいてください。ということで、今回はこちらですね。はい。ワードプレスのための Mac の選び方というふうな内容になっております。まあ、Mac ってですね、例えばまずですね、ノートパソコンにするのか、デスクトップにするのか、それともですね、モニターのないデスクトップにするのか、というふうなね、分け方にできると思いますが、まずそのな、ノートパソコンを選ぶ方がね、今多いんじゃないですかね。で、その中で、その中でもですよ、ね、MacBook Air がいいのか、MacBook Pro がいいのか、MacBook Pro の中でもスペックはどれぐらいのものがいいのか、っていう風にね、だんだん分かれていくと思います。その中で今回は、ワードプレスを、作るにあたり、どれぐらいのスペックがですね、あるといいのかというのをですね、やっていきたいと思います。結構ですね、悩まれてる方多いんですよ。どのレベルのサイト作ったらウェブサイトって、できますかみたいな。すごくシンプルな答えで言うとですね、まず、ワードプレスを作るにあたってですね、パソコンのスペックはほとんど関係ない。ね。なので、MacBook Air で十分です。ただし、やりたいことによって、いろいろと変わってくるかなと。いうことになってくるんじゃないかなと思います。例えば、ウェブサイトを作るときにですね、ワードプレスでもそうなんですけど、普通にウェブサイトをコードを打って作るというのもそうなんですけども、例えば、ワードプレスっていうのは、ブラウザーがあればできますね。ブラウザーがあったらログインができて、ワードプレスは作っていくことができます。ね。ウェブサイトをコードで作る、コーディングする場合もですね、エディターというものが必要なんですけども、エディターって何なのかっていうと、高機能のメモ帳なんですよ。めっちゃすごいメモ帳みたいな感じ。で、メモ帳を使うのに、パソコンのスペックはほとんどいらないです。はい。ということでですね、超最低限で言うと、パソコンのスペックは何でもいい。つまり、Mac で言うと、MacBook Air の一番安いやつで大十分だということになりますね。で、その中で、じゃあスペックがあった方がいいパターンっていうのは、どんなパターンなのかっていうのも含めてね、いきたいと思うんですけども、例えば、そうですね、まず、ウェブサイトを作るにあたり必要なもの、画像編集とですね、動画編集。この辺のものが必要になってくるかと思います。ね。画像編集しない、動画編集もしないというのであると、Mac で言うと MacBook Air の一番何もオプションとかつけない一番安いやつ。で、十分。というのがですね、結果あります。なので、何でもいいです。それ以上に、プライベートで使うものによって決めたらいいんじゃないかなというふうに思います。ね。じゃあその次、画像編集はしたいんですよね、と。フォトショップ使いたいんですよね。イラストレーター使いたいんですよね。今だったら XD とかね。XD とか使いたいんですよね。ってなってきたときに、Air でも十分動きます。MacBook Air でも十分いいです。ね。メモリちょっと増やすっていうのをね、してもいいかなとは思うんですけども、そうですね。そんなに気にしなくていいんじゃないですか。だから、フォトショップもイラストレーターも XD もとかね、いくつもたくさん開けといて、そのまま動かしていく。その上でバックグラウンド、後ろでですね、動画を流しながらやりたいとかですね、テレビ見ながらやりたいとか、音楽も聴きながらとかってなってくると、少し動きがね、遅くなるというかですね、ちょっと物足りないものを感じる時があるんじゃないかなと。動かないことは全然ないと思います。ね。ただ、物足りないとか、もさもさするとか、遅いっていうのを感じるのであれば、MacBook Pro、ね、の方をね、にしてあげたらいいんじゃないかなと思います。そうですね。その場合で、ね、画像編集をバリバリやるっていうことですね。っていうのであれば、MacBook Pro がですね、最低でもいるのかなと思いますね。はい。で、その中でですね、メモリーとですね、あとはハードディスクの容量になってくるんでしょうけども、通常の一番低い13インチの MacBook Pro でも 8GB とかあるので、だいたい大丈夫なんじゃないですかね。僕結構その辺でも十分使いますもんね。Photoshop、Illustrator 一緒に起動させて、Zoom まで起動させたりするとちょっとだいぶやばいですけど、それぞれをね、単体で動かす分では十分
十分すぎるほどしっかり動くんじゃないかなと思いますので、MacBook Pro の一番安いやつとかでいいんじゃないですか。うん、そこから、うん、やっぱりそう言われるとちょっと不安だなとか、もうちょっとね、あれこれ一緒にまとめて動かしたいなと思うのであれば、16ギガにメモリーの容量を増やしてあげるといいんじゃないかなと思います。ね。で、ストレージっていう、要はハードディスクの容量ですね。ハードディスクの容量っていう風になってくると、256が足りない人が出てくると思うんですよ。もうそこはですね、写真を管理するかどうかとかですね、その辺が関係してくるんですけども、外付けのね、ハードディスクとかに、流せるとかですね、もしくはですね、iCloud に、方で管理するとか、そういう風にしていくと、ストレージというですね、ハードディスクの容量は、まあ、いらないかなとも思いますけども、ウェブサイトを作る上ではいらないです。ね、ただ、それ以上はもう、それ以上プラスするのは、それ以上のことを考えた時になってくるんじゃないかなと思います。そしてですね、もう一個、動画を編集するかどうかっていうのがね、一番でかいです。今の話から言うとですね、動画を編集するかどうかによって、Mac の選び方はね、随分変わってくるんじゃないかなというふうに思います。で、動画編集を、例えば先ほど言った13インチの MacBook Pro の一番安いやつでできるかできないかって言われるとできます。ね、できます。ただ、動画編集を日常的に行うとかですね、もしくはすごく長いものとかですね、すごく質の高いものとかですね、やっていくってなると、ちょっと足りなくなったりとか、スピードが遅いとかですね、毎日毎日する作業だから、いつ効率が悪くなるとか、そういう風になってくると、やっぱり、その辺じゃちょっと難しいんじゃないかなという風になってきます。ね、グラフィックボード、そうなってくると13インチでも16インチでもどっちでもいいんですが、どちらにせよメモリはですね、上げれるところまでがっつり上げた方がいいので、うん、メモリは16でしょうね。まあ、もしくは32ぐらい。メモリ、そうですね。できれば。16、まあ最低でも16でしょうね。最低でも16か32ね、できるのであれば64ぐらいまで上げとくっていうのはですね、あるといいんじゃないかなとは思いますね。うん。で、まあストレージに関しても、動画扱うってなると急激に、容量が重くなってくるので、例えば一つ二つだけ動画を作って、もうすぐに捨てていくとか、すぐに外部のハードディスクにね、回していくっていうのであれば、全然512ギガぐらいの一番要は元々デフォルトのやつで十分じゃないかなとは思うんですけども、まあ、ある程度の本数をパソコンの中で抱えておく。ね、例えば常時10本とか常時20本とかね、抱えておくってなると512だともうちょっと足りなくて不満になることが多いと思うので、例えば1テラとか2テラとか、ぐらいまでですね、レベルを上げてあげる必要は出てくるんじゃないかなと思います。はい。そう。つまりですね、まあ、まとめると、ウェブサイトを作るのに、スペックはいらないです。ただし、画像編集となると、Mac だったら Air から、プロに変えてあげた方がいいかなぐらい。うん。で、8ギガでも十分。で、その上で8ギガでも、メモリ8ギガ、プロの普通の一番安いやつで十分。なんですが、もうちょっとバリバリにこなしていくってなると、1個、ね、16ギガに上げてもいいのかなと。そこでですね、プラス今だと22,000円ぐらいなんですよ。ね、8から16に上げることで。で、それぐらいだったら、まあまあまあ、上げて上げてもいいのかなと。ただ、最低限動く動かないだけで言ったりとか、普通に使える使えないとかで言うと、8ギガでも十分使えます。十分使えます。実際に僕はよくそのぐらいのスペックでやることも、動画を触らないときはですね、動画を触らない分で言うと、MacBook Pro の13インチのメモリ8ギガ。っていうのでやってます。実際。ね。ただ、さっき言ったように、
フォトショップもイラストレーターも XD も動かして、その上で、まあ、動画を見ながらとかですね、ズームつないじゃうとか、なってくると、ちょっと無理。うん、無理があると思うので、その辺までストレスなく使いたければですね、16ギガに上げてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとは次は動画ですね。動画を使うってなると全くまた別のもの話になってきますね。動画を使う、動画をバリバリね、簡単に使う分には13、先ほど言った13インチ MacBook Pro で十分なんですけども、動画をバリバリ使っていくってなってくると、そのぐらいじゃちょっと難しいので、メモリの容量が16以上、ね、最低16ギガ、もしくはそれが、32ギガとかですね。まあ、16しか今無理なのかな ?16 か、そうですね。うん。そうですね。MacBook Pro の16インチだったらいけるのか。もしくはですね、iMac も27インチだったらできると思うので、32ギガか。ね、64ギガぐらいまで上げておくっていうのも、まあ、32ギガぐらいあればもう大丈夫だと思うんですけども、それ以上はもう本当に動画の長さとね、質とかで、まあ、32ぐらいで十分かなと、ギリギリで言うと。もっと上げなければ全然64とかですね、128とか。フルスペックどんどん上げていかれる方がいいか悪いかで言うとより良いかなというふうに思います。思います。ね。そうですね。ということで、ウェブサイト、ワードプレスのためのですね、Mac の選び方ということで、どこまでやるのか。ね。それということに対して、ワードプレス自体じゃなくてですね、どこまでやるのかっていうことで全部決めていくというふうなことがですね、正しい選び方になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今回は Mac の選び方、聞かれることがすごく多いので、あとですね、ウェブサイトを作るのに容量はね、スペックが高くないとできないと思っている人がすごく多いのでね、ウェブサイトを作るためだけで言うとですね、スペックはそんなに高くなくても全然できてしまいますよというのがですね、今回のテーマになっております。ということで、今回はここまでにしたいと思います。はい、それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。ではですね、概要欄にも参考された情報を載せていますので、合わせてご覧ください。ということで、ここまでです。